はい、こんばんは、こんにちは、おのじーです。ということでね、今日は12月29日に行われた藤井葵ちゃんの重大発表について、語っていこうかなと思います。もうこれが Vlog なのかちょっと疑問を自分の中で感じてきてはいるんですけど、ビデオのログなんで Vlog で合ってると思います。こんな感じでやっていきましょう。で、重大発表の中身、まあ大きく3つあったかなと思っていて、新ビジュアル、まあ、新衣装ですかね、新衣装と、新曲新ビジウムとセカンドアルバムですよねの、新ビジウム、まあタイトル表題曲と同じという形で、大きく3つありましたよと。でメインビジュアルはそうですね、今まで割と青色を基調にして、まあ3色シアンマゼンダーみたいなのも入れたり、その1個前はちゃんともう青とか群青とかそういう感じのカラーだったのが、今回はだいぶ赤色が増えて、まあ混ざってというかピンク色というか紫色にかなり近いような色合いに変わっていますね。で衣装的に言うと、まあ、アイドル衣装と言いつつも結構ロック系のアイドル衣装みたいな感じっていうんですかね、まあなんか歌い上げるのもそうだけど激しい曲とかも全然やれますよっていう、やっぱステージ映えしそうな感じ。個人的にはあの千原みのりさんとかそういう、あ、衣装としては全然違うんですけど、あの千原みのりさんが歌ってるような曲を歌いそうみたいな、まあ、リサさんとかそういうのもそうですね、なんかそういう曲を歌っているアイドルの子の衣装みたいな雰囲気がちょっと感じられます。なんかねレザーが主になんかアクセントで使われているので、そういう印象があるのかなと思います。で帽子にヴェールがついているので、なんかこのヴェールがあることによってだいぶ大人っぽく感じるんじゃないでしょうか。まあなんか貴婦人みたいなイメージありますよね、この黒いヴェールがついている帽子っていうのは。なかなかでもこの全身が黒とかじゃなくてアクセントとしてこういうのがついてるんでいいんじゃないでしょうか。でサイドテール、サイドアップになっているっていうんですけど、ちょっとこのイラストだけだと正直分かりづれえなっていう部分はあるので、まあ 3D のねところとかでも見ていければ良いかなと思いますと。はい。でシンビジウム、曲の方のシンビジウムですけど、これもうめちゃめちゃ短いショートバージョンの MV が、まあお披露、ティザーですね、ほぼティザーぐらいの曲の出し方をしているのが今ドーンと YouTube にも上がってるんですけど、いやこれは本当歌い聞かせるような、あのしっとりではないけど歌い聞かせるようなその力強い系の聞かせる曲になっているので、なんだろう、中盤ぐらい、ライブだったら中盤ぐらいになんかグッと映えそうな曲なのかなと勝手に思ったりはしています。まあもうこの中でね、あのもう藤井葵ちゃんこの新しい衣装で動いているので、ぜひご確認いただければと思います。なんか月とかね、いろんなその要素が相まって MV 自体もすごい綺麗な仕上がりになっているので、楽しみ、完成したものフルバージョンっていうのがねすごい楽しみだなと思っておりますと。はい。で最後ざっくりとなんであれなんですけど、アルバムがね発表されて、これは事前情報なしで、発表されましたね。まあでも1曲しか作らないってことはないと思ってたんで、アルバムどっかで出るんじゃないかなと思ってました。これが来年2021年3月24日リリース、まああと3ヶ月4ヶ月ぐらいで、発売されるということでね、まあ、アルバムが出るっていうことはリリースイベントがある、もしくはライブがある、期待をする、ライブがあるってことは宣伝をする、宣伝をするっていうことはメディアにどんどん露出する必要があるということは、コラボが増えるということは、いっぱい藤井葵ちゃんが見れるんじゃないかっていうね勝手に思ってはいるんですけども、実際どうでしょうか、頑張ってくださいということでね、楽しみです。でこちらアルバムの方がもう全10曲ですか、全10曲で、未発表の部分もまだまだありますけど、もう4曲5曲ぐらいはタイトルが決まっているので、まあまあもうあと3ヶ月しかね発
売までないんで、まあまあできてるんでしょうっていう感じですが、結構なんか名前の付け方が、推理をするというか、あれこれどういう意味なんだろうっていうものからね、あのこんな曲なんじゃないかみたいなのがちょっといろいろツイッターとかで、推測というか推理というかされてるみたいで、まあ、皆さんもねなんか興味あったら、あこんな曲なんじゃないかなみたいな言ってみるのもいいのかもしれないですと。で自分もちょろっとだけ調べました、まあ、まずそもそもシンビジウムって何みたいな、まあ、シンビジウムっていうのはなんか蘭花の植物だそうで、まあ藤葵ちゃんはね今までその葵っていうのも花だったりするんで、花ですよね、なんか間違ってたらごめんなさい、なんか植物的なイメージっていうのあったんで、そこからねなんかまた一つあるのかなって思いやした、まあ、なんか蘭花の植物全然知らないんですけど、デンドロビウムとかあのガンダム好きな人がね出てくると思うんですけど、結局それの仲間みたいですね。はい。で2曲目がエイドス、なんかこれなんか全然わかんない言葉だったんで、これもググったんですけど、なんか外見とかっていう意味だったり、なんか種とか種子みたいな意味だったり、なんかそもそもアイドルっていうものの語源だったりみたいなしているようです。ただなんか全然耳なじみもないし、このエイドスって英語の文字だけを見るとなんかすごい厳かな感じを勝手にしてるんですけど、どんな曲になるんだろうなっていう、まあちょっとね楽しみではありますね。で秘密を聞いてよ、秘密を聞いてよって言われたら聞くよとしか言えないんで、聞きますんで早く出してください、待てないですみたいな、オタクの気持ちはあるんじゃないかなみたいな、もう考察もクソもないです、はい。で8分19秒、これがなんか高速、光の速さの高速で、地球から太陽までを、行く何て言うんですか、地球から、太陽までの距離がなんか8分19秒高速ですげえ分かりづらい、日本語がおかしいけど、まあそういうことだったりはするようですが、これがそのままそうなのかは全く分かんないです。ものすごい恋愛距離の話かもしれないですね、そしたら、遠距離恋愛の話かもしれないですね、はい。どういう風になってるのか全然、なんかやっぱタイトルを見ただけだと全部しっとり系とかそんな感じがしちゃうんですよね。で最後がアジサイが泣いた、もうアジサイが泣いたって言われたらもう6月でしとしとしてるイメージになっちゃうんですけど、なんか全部がそういう水とか草とかそういうところだったり、なんか秘密を聞いてよとかもそんなね、これでめちゃめちゃロックな曲な気はしないしなみたいな、で聞くと結構おとなしめなバラードとかそういう系の、アルバムの仕上がりをするのかなとは思ったりはしますね。個人的にはアゲアゲな曲みたいなのが好きなので、まあ、まだ未発表の部分にそういうのがあるんじゃないかなと思って楽しみにしてます。で今回はなんか、シンビジウムに関しては少なくともストリングスが入ってるのかな。でストリングスはね、なんか自分は入っているだけでだいぶ曲が締まるというか、荘厳な感じにグッと引き立つような感じがしてるので、とても好きなんで楽しみにしています。なんかエレメンツガーデンとかの曲ってそういうの多いですよね、で勝手に思ってますと。で今回は、プロデュースドバイ藤井葵ということで、まあ自己プロデュースで、ちょっとレーベルの名前が忘れちゃったんですけど、まあ、自社レーベル、前回というか昔、クラウドファンディングでやってた CD の、レーベルと一緒だっていうことなので、自主レーベル、まあ、実質インディーズってわけですね、要するに。なのでちょっと今回はユニバーサルさんじゃないんだなと思って、ユニバーサルさんがねちょっと今までユニバーサルからデビューしますって言ってやってらっしゃったんで、レコード会社としても今回は絡んでないんだなって思うと、ちょっと不思議な座組にまた一回戻ってますね。まあなんか独立した経緯とかもあるんで、まあどうなってるんだろうっていうのはありますけど、まあいろいろあるんでしょう、大人なんで、はい。ということでね、重大発表、まあまあほぼほぼ予想通りではあったんですけども、これでねそのまた来年の期待というか、そこまでは少なくともなんか楽しんで生きていけるぞっていうのがあるんで、自分は良かったかなと。
で、生放送でね、この発表をするぞっていうところの冒頭を見てほしいんですけど、もうやたらテンション高くてやたら可愛いっていう藤葵ちゃんもいたんで、まあこの発表っていうのがね、まあ、一つある種区切りで、ここからもう一個グッと登っていくぞっていう、なんかある種の決意表明みたいな、まあまあ言わなくてもやらざるを得ない状況だとは思うんですけど、本人は、はい、っていうのはねちょっと感じられて、まあ遅めのクリスマスプレゼントみたいなのに近いのかなというところで、非常に楽しみでございます。ぜひね、小出しで他の曲の情報だったり、なんかイベントだったり、まあ、今後も特典が出てくるとは思うんで、そういう情報だったりっていうのがね、随時出てくると思うんで、追いながら応援しながら、もっとね、なんか得られる情報、まあ、音源の情報とか、ちょっとでもね、出てきたら嬉しいな、発売までにとは思ってます。はい、ということでね、今日はこんなところで終わりにします。それじゃあね、またね、バイバーイ。